現在航空自衛隊が運用している F2 戦闘機の後継機種として開発が進められている次期戦闘機においては、イギリスと及びイタリアとの共同開発によるグローバル戦闘機プログラム GCAP が立ち上げられているよ。それを推進させるための参加国政府機関としてグローバル戦闘航空プログラム政府間機関 GIGO が設立されることになり、2023年12月14日に参加国が署名していたな。今回はそんな次期戦闘機開発にサウジアラビアが参画する話について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この GIGO の設立条約については2024年5月に衆議院において可決されていたんだけど、6月5日の参議院本会議においても可決され、日本における次期戦闘機開発が次の段階へ進められることになったんだ。次期戦闘機については当初、これまで航空自衛隊にはアメリカ製戦闘機を導入するか、F2 戦闘機のようにアメリカ製戦闘機をベースに開発された戦闘機を運用してきたけど、そのために日本の国情に合わせた自由な改修が許されず、アメリカの戦闘機メーカーに高額な改修費用を支払う必要があるなどの問題が生じていたってわけ。そのため次期戦闘機においては、15から30年後における将来の航空優勢に必要な能力、次世代技術も適用できるゆとりある拡張性、自国における回収の自由度が高い、国内企業が関与できる、開発及び取得のコストが安いなどの観点に従って検討が進められたよ。そして、2018年12月18日に内閣閣議により新たな防衛計画の大綱と中期防衛力整備計画が決定された際に、中期防において F2 戦闘機の後継機については、将来のネットワーク化した戦闘の中核となる役割を果たすことが可能な戦闘機を取得するとした上で、そのために必要な研究を推進するとともに、国際協力を視野に、我が国主導の開発に早期に着手することが明記され、海外の既存戦闘機を導入する案は技術上及び価格上でのデメリットが多いとされ、国際協力の可能性を含ませた上で国内企業が主導して開発を進めるとの方針になったぜ。そして、2020年10月に当時の岸信夫防衛相が、三菱重工業を開発主体として選定し正式に契約を結んだことを明らかにし、他に三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機 NEC の7社が次期戦闘機開発計画に参画することを発表し、愛知県豊山町にある三菱重工業小牧南工場内に開発センターが開設されることになったわけだ。これと同時に海外における協力企業の選定も進められ、技術提携先としてアメリカのロッキード・マーティンとボーイング、およびイギリスの BAE システムズの3社が候補として挙げられたな。当初は、これまで航空自衛隊で運用してきた数々の戦闘機のほか、F-22 ラプターや F-35 ライトニング2などの第5世代ステルス戦闘機を開発製造しているロッキード・マーティンが有力視されていたが、かつて F2 戦闘機の開発において同社の F-16 ファイティングファルコンをベースにするようにアメリカ側から強要され、その結果として革新的な技術情報をブラックボックス化されたことにより事情に合わせた改修を自由に実施できなくなったことがあり、次期戦闘機においても同様の状況に陥る可能性を指摘する声が上がっていたね。また、アメリカ軍においては F-22 や F-35 などの後継となる戦闘機開発について有人機の開発を進めることに懐疑的であり、ロッキード・マーティンが日本との技術提携に乗り気ではないことや、アメリカ側の戦闘機に対する要望が日本の次期戦闘機開発計画とは方向性が異なるため関連性が低く、連携しての開発が期待できないことなどが問題視され、そのため政府と防衛省ではそれまでの方針を転換して、イギリスの BAE システムズを海外の開発支援企業とすることを2022年5月に明らかにしたよ。イギリスでは日本と同じタイミングで現在運用しているユーロファイタータイフーンの後継機となる、第6世代となるステルス戦闘機としてテンペストの開発をイタリアなどと共同で進めており、さらにはイギリスとはレーダーやミサイルなどにおいて共同開発が進められていたことが決め手となったんだ。
そして、2022年12月9日に日本イギリスイタリアの各政府から、GCAP が立ち上げられたことが発表され、日本が進めてきた次期戦闘機開発計画とイギリスとイタリアが進行中させていた BAE システムズテンペスト開発計画が統合され、3カ国共通の戦闘機を共同開発して配備することが発表されたね。この GCAP に参画する各国の企業については、日本は三菱重工が主契約者となって機体を担当し、IHI がエンジン、三菱電機が電子機器を担当することになり、イギリスでは機体については BAE システムズ、ロールスロイスがエンジン、ミサイル開発を MBDA、電子機器はイタリア企業のレオナルド S.P.A のイギリス法人が担当し、イタリアからはレオナルド S.P.A とアビオエアロが開発に参加したぜ。そして2023年12月14日に、日本イギリスイタリア各政府は GCAP の推進管理を行うための国際機関として GIGO グローバル戦闘航空プログラム政府間機関設立の条約に署名したわけだ。この GCAP についてイギリスとイタリアは、完成した戦闘機の製造機数を増やしてコストを下げる意味でその輸出を積極的に行いたい意向があり、イタリアのレオナルド S. プ A のロベルト・チンゴラーに最高経営責任者 CEO などは将来的に開発計画に参加する国が増えることについて、その可能性を排除すべきでないと述べるなどしていて、GCAP の参加国が拡大する可能性を示しているらしい。それについてイギリスのフィナンシャルタイムズ紙の2023年8月11日付の記事において、GCAP に中東のサウジアラビアが参画を希望しているとする記事を載せ、各方面に波紋が広がっているね。サウジアラビア空軍ではユーロファイタータイフーンを導入して運用していて、その際に同機を国内で組み立てることを要望したことがあるなどの経緯があるほか、イギリスやイタリアとは軍事面以外においても結びつきが強いとされていることから、原油輸出によって強大な経済力を持つサウジアラビアが正式に参画希望を表明すれば賛成することは間違いないと見られているんだ。GCAP によって開発される次期戦闘機の1機あたりのコストについては様々な見方が出ているが、次期戦闘機を含めた第6世代戦闘機では200億円を超える金額になるとの見方が大勢を占めているんだって。近年の戦闘機の購入金額は、日本が導入を進めている第5世代ステルス戦闘機 F-35 においても200億円近い金額であるが、無人機との連携など第5世代戦闘機にはない機能が追加されより高性能とされる次期戦闘機においては、200億円をはるかに超える金額になると想定されているため、GCAP への参加国を増やして製造機数を増加させることによるコストダウンは必須なのであるが、イギリスやイタリアと違い、防衛装備移転三原則によって戦闘機の輸出が制限される日本は GCAP の参加国が増えることについては消極的な立場を取らざるを得ないぜ。そこで日本政府は、2024年3月26日に次期戦闘機の輸出について、自民公明両党の合意に基づいて歯止めを設けた上で第三国への輸出を容認する方針を決定したらしい。第三国への輸出を認める歯止めの内容は、今回輸出を容認する対象が次期戦闘機のみに限られ、その輸出先については日本が防衛装備品の輸出などに関する協定を結んでいる国に限られるとされ、さらに戦争や紛争などによって戦闘が行われている当事国には輸出しないとされているからな。日本は2024年3月時点においてサウジアラビアとは防衛装備品の輸出協定を結んでいないが、協力という点での合意は得られているため、協定を結ぶことに支障はないと見られているな。しかし、サウジアラビアがイスラム教シーア派などへの武力行使を実施していることから、紛争当事国とみなされる可能性が高く、イギリスやイタリアがサウジアラビアに輸出することは容認できても GCAP への参加を認めることは難しいと見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。最近、中国の原子力潜水艦が台湾海峡で沈んだという話をよく耳にするよね。日本の処理水問題をやたらと大げさに騒ぐのは、
この原潜事故から国民の目をそらすためではという推測もあるみたい。実は日本の通常動力型潜水艦は世界最強とも呼ばれているらしいな。だが一体どこがそんなにすごいんだろうな。今回はそんな日本の通常動力型潜水艦の世界最強の意味について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2020年3月5日、三菱工業神戸工場において、海上自衛隊の最新鋭潜水艦桜竜の引き渡し式が行われたよ。桜竜は、双竜型潜水艦の11番艦だね。意外と広い日本の領海を守る新戦力として実戦配備の日を迎えたというわけで、母港は広島県の呉基地なんだ。桜竜だけど、通常動力型潜水艦としては世界有数の大型と言われるほどの規模を誇っていて、データを紹介すると、基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、幅 9.1 メートルとされるよ。双竜型潜水艦のエンジンは、10番艦まではディーゼル、スターリングの両エンジンと鉛蓄電池の併用による推進方式だったな。しかし11番艦桜竜は大きく変更され、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池方式の併用になったわけだ。気になる桜竜のスピードだが、航行値は水上13ノット、水中20ノットだから、エンジン機関に大きな変化があったにもかかわらず、先輩である10番艦までの艦と大した違いがないと気づいた方もいるんじゃないか？言うまでもなく潜水艦という兵器は最重要軍事機密に該当するからその重要な兵器の性能が推測されるような正しい数値を公表するはずはないわけで。つまり、わざと従来艦と対して差のない値を公表していると考えるべきかもね。ちなみに最新鋭艦桜竜だけでなく、従来の双竜型の連続潜航可能時間や、最大潜航可能深度など、潜水艦の性能に関する重要情報は一切開示していないんだ。厳重機密ということが明らかだよ。潜水艦のデータを隠しているのは日本だけではなく、当然ながら世界的にも同じ傾向だな。となると、桜竜の航行値水中スピードは20ノットだが、本当のスピードとは全然違うのではないかと推測され、当然といえば当然だぜ。データを隠したり、フェイクでごまかす理由は、水中速度と連続潜航可能時間がわかれば、当該潜水艦の行動可能範囲が他国にバレてしまう危険性があるからだ。潜水艦は発見されることなく、隠密行動を行うのが最優先だから、活動範囲は絶対に敵に知られてはならず、特に通常動力型潜水艦は、絶対に秘密にしておかなければならないよ。では原潜ならバレても大丈夫なのか？ということだけど、実は原子力推進型潜水艦というのは、機関部分だけを考えると理論上はほぼ無限に連続航行できるはずなんだ。原子力を利用した機関は強力だから、水中スピードも30ノットは出るだろうというのが一般的な見方だね。つまり、原潜は通常型とは真逆で隠す必要がないわけで、隠したとしても即バレてしまうから、意味なしという方が良いのかもしれないな。現実的には原潜でも、それを動かす人間乗組員は艦内で生活しているから、物資の補給は必要で、また狭い艦内に缶詰状態でいることに耐えなければならない人間の精神面の課題など、課題は様々だぜ。つまり外側の原潜は動き続けるとしても、内側の人間にとって長期にわたる生活にはかなりの困難が伴うと考えられるよ。桜竜の話に戻るんだけど、鉛蓄電池より出力の大きいリチウムイオン電池を採用したから、10番艦までの従来艦と同じ水中スピードではないだろうし、瞬間的なパワーなら原子力推進型に引けを取らないのではないかと思われるんだ。原子力推進型潜水艦には確かにメリットが多く、そのため、アメリカやイギリスなど、保有している潜水艦のすべてが原潜である国々が軍事力では優位に立つということは明らかだね。確かに建造費、管理、維持経費、廃棄処分までの手間や予算を無視すれば、原子力推進型は一番パワーがあるわけで、これに勝てる機関は現在は存在しないと言われてもいるから、無敵と称されるのも無駄なるかなと思われるぜ。とはいえ、試験ではあるが、50年後、
100年後に耐用年数が切れた源泉はどうなるのだろうと考えると、手放しで称賛できないと感じるのも事実だな。さて潜水艦の性能の優先事項になるのは、原子力推進型か通常動力型かに関係なく、最大潜航深度と考えられているよ。どれほど深く潜れるかが敵のソナーから逃れるポイントと言えるからね。当たり前のことだけど、膨大な海中全域を一度に探索することは非常に困難ってわけ。となると、敵のソナーより深く潜ることができれば有利だし敵より深い位置にいたら、下から敵を攻撃できるわけ。もしくは実際に攻撃しなくても、自分たちのレーダーに捕捉できない潜水艦がごく近くに潜んでいるのかもしれないという不安を感じさせるだけで戦術としては十分だと言われるな。もし敵の潜水艦がいたら、自分たちに危険が迫るわけだから、その場から離脱するなど水上艦艇の行動に制限をかけることができ、敵の捜索行動を牽制できるということは自明の理だぜ。船体に使用されている素材の強度から、横流は600メートル以上の深度まで潜航可能とも推測されていて、中国海軍潜水艦の深度は約300メートルと見られているから、600メートルが事実なら、横流がかなり優位とも考えられるね。ただし、舞台と想定されるのは水深の深い太平洋ではなく、水深の浅い東シナ海や南シナ海だよ。ここを中国海軍との対潜水艦船の主戦場と仮定した場合、横流ではオーバースペックという指摘があるらしく、簡単に言うと、横流をここに投入するのは、もったいないという考えがあるのかも。強力な兵器を出し惜しみして絶好の機会を逃しては元も子もなく、宝の持ち腐れという言葉を連想するよな。潜航深度以外にも、日本の潜水艦が高いレベルにあると考えられている理由はもう一つあり、それはズバリ静粛性だぜ。視界が悪い深海の中では、潜水艦の動きは音で判断するしかなく、となると、なるべくエンジン音や生活音などが少ない方が有利なのは言うまでもないよね。横流は通常動力型潜水艦だけど、原子力推進型より構造的に優れているポイントをギリギリまで突き詰めていった結果、驚くほどの秘匿性を持った潜水艦になったみたい。中国潜水艦浮上事件が横流の静粛性の証拠になるかもしれないんだ。2018年1月、日本の領土である尖閣諸島沖に中国海軍潜水艦が突然浮上し、潜水艦は海中に隠れて行動するはずなのに浮上というありえない行動に、大騒ぎになったよね。真相は、尖閣諸島付近の海中でこっそり活動していた中国潜水艦を発見したため、空自と海自が執拗に追跡、中国側は横流からは逃げられないと判断して、しぶしぶ浮上したのだろうと見られているぜ。要するに、追跡されるまで横流の存在に中国側が気づかなかったというだろうし、横流の静粛性の優秀さを痛感したことになったな。中国海軍の源泉には、騒音トラブルが数多く発生しているらしいし、秘匿性に関してなら、横流は世界最高水準の潜水艦であると断言しても誇張ではないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。台湾が初めて自国で建造した潜水艦の一番艦開墾がついに動き出したみたい。ついに念願の一番艦ってわけだな。今回は台湾初の自国建造潜水艦開墾について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。開墾とは古代中国創造上の巨大魚の名で、台湾で初となる国産潜水艦でその一番艦が、台湾南部高雄の造船所で9月28日進水式を迎えたよ。この建造計画は蔡英文総統が熱心に進めたもので、蔡氏は進水式で念願叶ったということか、艦無用の様子だったみたい。海墾潜水艦が近年台湾の武力統一を示唆している中国習近平体制への強力な牽制になると思われるのは言うまでもないよね。台湾の潜水艦を中国は身の程知らずと非難したよな。しかし非難せずにはいられなかったということは、中国にとってかなりの深刻事態であるから、過剰に反応したのだろうと見られているぜ。通常動力型潜水艦開墾は、通常型としては大きい艦隊でその名にふさわしいと言えるが、
と入っても、同タイプの海自最新型潜水艦大芸型よりは、小さいらしい。海鯤の特徴としては、高性能リチウムイオン電池を採用しているので大芸型と同様、2週間ほどの連続潜航が可能と見られること、アメリカの原潜に搭載される最新戦闘システムを採用していること、射程約 50km の高性能長距離誘導魚雷を装備していることと思われるね。アメリカの最先端技術が使われているから、大芸型よりも高性能では?と考える防衛軍事関係者も多いみたい。台湾は潜水艦を自前で作ったんだけど、建造のノウハウは持っていないんだ。ではどうやって作ったのかってわけだけど、これにアメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、スペイン、インド、韓国の7カ国が協力したという報道があったよ。要は民主主義勢力連合というわけだな。日本にも参加要請があったらしいと噂されているけど、対中関係などを考えて、軍事的協力は断ったが、民生レベルの技術協力という名目で応援しているらしいと囁かれているみたい。自分で作れなければ外国から輸入すれば?という声もあるみたいだけど、台湾は国際的にも非常に微妙な存在だから、完成品の潜水艦を外国から輸入するとしても売却する国はほとんどないと思われるよ。世界の多くの国は中国との国交を選んだから、建前上は一つの中国の原則に従って台湾と断交していて、日本もそんな国の一つだね。だから台湾へ武器を輸出したら一つの中国体制を踏みにじることだと中国側が猛反発。巨大市場を武器に、貿易制限中止という報復に出るのがいつものやり口だぜ。具体例だが、オランダ潜水艦を売却とフランス1980年代に軍艦やミラージュ戦闘機を販売が、中国の経済制裁でダメージを受けていて、唯一の例外はアメリカだな。台湾の安全保障を謳う国内法台湾関係法を理由に、中国の反対を無視して台湾に武器輸出を続けているわけで、正面からの対決は避けるが、全面的に認めるというわけではないというアメリカのある意味柔軟な上手な方針と言えるわけだ。そういえば、国内法を盾にして外国を脅すのは中国も同じだよね。いずれにしても、台湾が潜水艦建造クラブに入り、自前で量産できる国になったことは中国にとって大きな衝撃だったことは間違いないだろうね。もし台湾が外国から輸入しようしたら、相手国を経済制裁で脅し、中止に追い込めたかもしれないけど、今回はその手は効かないってわけ。台湾は好きな時に好きなだけ潜水艦を作り、配備できることになったから。台湾はロシア・ウクライナ戦争を見て、潜水艦のような重要な兵器はできるだけ自前で確保すべきと痛感したんだろうな。自国で潜水艦を建造した台湾には次はスタンドオフ巡航ミサイル用の潜水艦か?という気の早い話題も飛び出しているぜ。スタンドオフミサイル最大のメリットは敵の射程外から相手を狙える距離の長さだね。中国が着上陸作戦に出るとしたら、当然ながらミサイルやドローンの攻撃対象になるのは、空軍基地やレーダー防空設備、軍港などとなっているよ。このため台湾は反撃能力の確保にも熱心で、中国大陸に届く国産の対地巡航ミサイル射程約 600km の量産を開始し、また射程 1200km の改良型も開発中みたい。中国本土の標的は、台湾海峡沿岸の福州、アモイなどの主要港湾都市とみられ、ミサイルは中国側から攻撃しにくい台湾島南北の険しい山脈の向こう側に配備し、相手を攻撃する狙いと推測されるよ。両地点は十分射程内だけど、巡航ミサイルは撃墜回避のためジグザグ飛行をするから、最大射程の半分から7割程度が有効射程距離になるはずなんだ。これは軍用トラックに搭載できる移動式ミサイルだから、狙い撃ちがされにくい一方、工作員の破壊行動などに遭う危険性があるってわけ。だから、台湾は潜水艦にスタンドオフミサイルを搭載して中国への反撃手段の切り札にしようとするだろうと推理する向きもあるぜ。しかも10発以上の搭載を目指しているという説、さらに射程 1200km の巡航ミサイルを潜水艦に積むという説、公海まで進出して首都北京を伺うことも可能だという説さえあるらしい。
こういった潜水艦の存在自体が中国への強力な抑止力になることは間違いなく、万が一北京を攻撃されたら、共産党指導部の権威が失墜するのは間違いないな。ある人が想定した台湾有事発生の場合のシナリオを以下に紹介していくね。台湾潜水艦は中国指導部を戦意喪失させるため、中国の空母や強襲揚陸艦などの撃沈を目指し、激しい攻撃を仕掛けてくるだろう。以前なら台湾有事が起きても中国との全面戦争を避けたいアメリカは、中国軍艦への直接攻撃はしないだろうし、老朽潜水艦が4隻しかない台湾では全く勝負にならないと考えられていた。しかし今や状況は変わった。アメリカが制止しても、台湾が自衛権に基づく反撃と主張して、複数の海困窮潜水艦で出撃すれば、対潜戦能力で劣る中国海軍は行動を制限されてしまう。最悪の場合、太平洋側への展開は愚か、軍港から艦艇が出ることすら不可能になるかもしれないのだ。そして万が一にも、台湾によって大切な空母が撃沈されたら、侵攻作戦を主導した習近平国家主席は、一気に権力の座から引きずり下ろされる公算が高い。そして当然侵攻作戦も中止する羽目に陥るだろう。台湾有事となれば日本、アメリカ、イギリスなど多くの西側潜水艦が水面下でこっそりと台湾に加勢すると思われる。台湾の潜水艦が前面に出て、中国の空母や大型軍艦の太平洋展開を阻めば、台湾東部の太平洋地域で、中国が制空権を握るのはほぼ絶望的になる。となればこの海域に進出した中国潜水艦が、西側の潜水艦や、対潜哨戒機に発見され、撃沈される可能性が非常に高い。潜水艦は言うまでもなく火中の火だから、仮に潜水艦が西側連合軍に撃沈されてしまっても西側が撃沈したと中国が公言できるはずはない。自分の弱さを認めるようなものだし、ごまかそうとしても海中の出来事なので証拠もでっち上げにくい。どうしようもなくなってしまう。こうなると台湾を海上封鎖し、兵糧攻めで締め上げるというシナリオは瓦解してしまう以上が想定されるシナリオなんだって。台湾の潜水艦建造に関しては、機密が中国側に漏洩したとリークされたり、2027年までに5隻以上を建造して中国の脅威に備える予定らしいという話がヨーロッパあたりの、防衛関連業界から漏れてきたと言われるし、情報戦でも駆け引きが激しくなっているようだね。一つ言えることは、中国習大勢が台湾武力統一へ執着しすぎたせいで、台湾が潜水艦を建造したようなものだから、ネタコを起こして、ヤブをついて蛇を出したようなものなのかも。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。